パターンは、ネパールのこと。正式の都市名はラリトプル。2011年の人口は22万6728人で、国内3位。カトマンズボンチ南西部に位置し、純大都市自治体。豊かな文化遺産に恵まれる。ラリトプル市は、バグワティ川南湾の大地に位置し、川の北岸は、首都カトマンズ市である。古代の湖。 ナグワダに堆積した粘土と砂利の薄い層の上に湖が乾燥した後発展した。カトマンズ、ポカラ、ビラーとナガルと並んで国内の大都市の一つである。地域は29の区に分けられている。パターンは西暦299年にビールデーバオにより設立されたと言われているが、学者たちの定説ではパターンは古代に設立され発展したとされている。 中世には、マル、ッダ町により、さらに拡大された。多くの伝説を含むいくつかの歴史的記録によれば、パターンは、カトマンズ盆地で一番古い都市であるとされている。非常に、古いキラット年代記の一つには、パターンは、リッチャビチの支配者たちが、カトマンズ盆地に侵入する前に創設されていると、されている。その年代記によれば、キラット王朝の最も古い首都は、 タンコットであった。キラットの王、ヤランベルが権力を掌握すると、現在の首都、カトマンズは2世紀頃、タンコットからパターンに移動させられたと考えられている。パターンをネワール語で表現するときに最も使われる、ヤラはヤランベル王が自分の名前をつけたと言われる。統一マンラ朝は1484年に、バクタプルマンラ朝からカトマンズマンラ朝が独立し、さらに、 1619年までにパタンマンラ朝が独立して三王国時代に入る。パタンには当時の王宮はじめ多くの文化財が残されている。人口のかなりの部分は様々な手仕事、特に伝統工芸や小規模な家内工業に、また農業に従事するものも多い。ラリートプルはネパールで最も多くの歴史に残る有名な芸術家や 最高の工芸家を生み出した場所である。多くの社会的、政治的激変にもかかわらず、パタンは現存する最高の職人を維持してきた。パタンは、最初、仏教のダルマチャクラの形に設計されていた。パタンの地域の周囲には四つの塚があり、人々の間では、アショーカ王の仏塔として知られている。伝説によると、インドの王アショーカは、紀元前百五十年に、 娘と共にカトマンズを訪れ、パタンの周囲に4つ、中心に一つの仏塔を建てたという。パタンには様々な規模や型の仏教の記念物が1200以上存在する。町の最も重要な記念物はパタンダルバール広場である。これはユネスコの世界遺産カトマンズ盆地の一部として登録されている。ラリトプルシナイパタンは 非常に芸術的な都市として知られている。どのような形のネパールの芸術も神に捧げられ、街の中には多くの寺院や僧帽がある。シティ・ポピュレーションラン日、2017年1月14日、佐伯木和彦は、キラット王朝の存在を疑っている。ネパール全市 73P、佐伯木和彦、ネパール全市赤市書店 358P 佐伯木は、この仏塔は、 アショーカ王のものではないとしている。ネパール全市 36P ハット、地球の歩き方、ネパール100から 105P。ありがとうございます。